きまして副学長をご紹介いたします。本学副学長、山野医療専門学校校長、山野日本語学校校長、山野和美希奈教授。ご卒業おめでとうございます。副学長、木村光一教授。おめでとうございます。皆様の卒業と修了を祝ってご臨席いただきましたご来賓の皆様よりご挨拶をいただきます。はじめに客員教授小宮山陽子先生、ご登壇お願いいたします。卒業生、修了生、起立。礼。ご着席ください。卒業生の皆さん、修了生の皆さん、今日は本当におめでとうございます。そして保護者の皆さんもおめでとうございます。皆さんはこの素晴らしい自然の中で、そして今、理事長、学長からのお話を私も本当にその通りだと思っていましたけれども、日本一の山野の技術を学ばれたわけですから、自信を持って人生のスタート台に立っていただきたいというふうに思います。私は今日は皆さんに一つのことを申し上げたいと思います。やはり人とのつながり、人とのコミュニケーション、これがこれからの皆さんの人生を素晴らしくしていくものだというふうに思っています。今のお話にもあったように。小宮山先生、ありがとうございました。それでは卒業生より花束を贈呈いたします。小宮山先生、ありがとうございました。続きまして、山野美容芸術短期大学講演会会長、住吉美也子様、ご登壇をお願いいたします。卒業生、修了生、起立。礼。着席。本日ここに卒業を迎えられました皆様、ご卒業おめでとうございます。正規律。礼。それでは卒業生から花束を贈呈いたします。住吉様、ありがとうございました。着席。